皆さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は京都市の繁華街四条寺町の交差点藤井大丸のすぐお隣に来ています。このチャンネルでは年間60泊ホテルステイをしている私旅蔵が様々なタイプのホテルに実際に宿泊をしてホテルレビューをしています。もしこのチャンネルが役に立ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日のホテルですが、こちら浄教寺というお寺と一体化したホテルです。三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺です。こちらは850年の歴史を持つこのお寺なんですが、ちょっと面白い事情がありまして、今回寺院とホテルの一体開発による新しいモデル、寺院共存型ホテルとして全国でも類を見ない初めてのホテルとなりました。ちょっと面白い事情というのは最後にお伝えしたいと思いますので、ご興味ある方は最後までぜひご覧ください。それでは早速中の方に入っていきたいと思います。はい、まず入りますとホテルとレストラン三賀小野さんのロゴが見えてきます。そして何か足元に見えてきましたけれども、こちら擬宝珠ですね。実際にお寺で使われていたものです。そしてこちら長持ちのアートの中には、創業300年松江堂さんのお香が焚かれています。白檀の香りで京都らしいおもてなしですね。そしてこの古い木の柱は実際にお寺で使われていたものらしいです。ロビー空間は洋のモダンな空間の中にお寺の装飾品が飾られている、ちょっと素敵な美術館のようです。ロビーにはたくさんの美術品が飾られておりますが、後ほどゆっくりご紹介したいと思います。それではお部屋の方に行ってみましょう。またこの部屋番号のライト、陶器でできておりまして大変素敵ですね。はい、それではお部屋の方に入っていきたいと思います。三井さんのいつもの鍵でございます。はい、ちょっと暗いですがタッチして中に入ります。はい、それではお部屋の方に入っていきたいと思います。まず目立ちますのがこの白いものなんですけれどもね、水のシンクですね。なかなか客室にこのようなものが入ってるのって珍しいですよね。ちょっと初めて見たかもしれません。はい、後でまたゆっくり見たいと思います。それでは奥に行きましょう。はい、本日はベッド2台のツインルームでございます。白を基調としたお部屋でですね、スタイリッシュでとてもシンプルなお部屋でかっこいいですね。そして和モダンといった感じでしょうか。奥は障子がついています。はい、では奥まで行きましょう。こちらに丸テーブルと椅子、そしてスツールが置いてありますね。そしてアートがモノクロームのお寺をイメージしたものでしょうか。素敵です。はい、そしてこのベッド周りのライトもね、かっこいいですね。そしてこのパネルのライトも明かりやすいボタンとなっています。では見ていきましょう。ここ開けますと金庫となっています。そして館内の案内ブックレット、こちらメモパッドとボールペンがあります。そして時計があります。では引き出しの方開けていきたいと思います。まず1段目、これ、電気の携帯の充電器と折りたたみ式の鏡が入っています。2段目が、ケトル、そしてグラス、お茶碗のようなものですね、湯飲み茶碗、そして
UCC のコーヒーと一歩堂のお茶が入ってます。これ高級なので、ね、美味しいんですよね。はい、そして一番下開けますとちょっと暗いですが冷蔵庫になっていますね。はい、これ面白いんですけど缶のキリンの美味しい天然水と書いてあります。ご自由にお飲みくださいということですね。ちょっと珍しいですね。普通ペットボトルがね置いてあるところが多いのでね。はい、面白いサービスですね。そしてですね、大きなベッドが2台置いてあります。枕元は枕が4つ、そしてこのようなクッションも入っています。そしてベッドボードは黒くて分かりにくいと思いますけどクッションが入っているのでね、柔らかい感じでゆっくり、ね、お休みいただけるかと思います。そしてこちらの壁際にも間接照明入ってますね。そして大きなテレビがあります。そして空気清浄機なんですけれども水を入れるこういうちょっとかっこいいものが置いてあります。これもちょっとしたことですけども嬉しいですね。はい、テレビは多機能でございまして YouTube やミラーリング、いろんなねキャストなどが楽しめます。では奥の方行ってみましょう。先ほどの水回りですがこんなところにありまして、そして手前に台も置いてありまして便利ですね。そしてこのホテルアメニティは一切部屋には置いてありませんのでチェックイン時にいただいてきます。今回は歯ブラシ、ヘアブラシ、カミソリ、そして綿棒をいただいてきました。 こちらはグラスですけれどもね、うがい用のちょっとかっこいいんですよね。こちらグラスの色をですね分けて間違えないようにしています。いいですね。そしてその奥に行ってみましょう。こちらに扉があります。引き扉ですね。はい、開けてみましょう。そうするとトイレとなっていますが結構余裕がある大きさですね。そしてこんなところに収納がありますね。面白いですね。ちょっと開けてみます。そうするとタオルが入ってます。タオルと上はボディタオルですね。体洗うもの。そしてはい、こちらはドライヤーですね、パナソニック、はい、そして下開けますと、はい、パジャマが入っています。また後ほど開けてみた、広げてみたいと思います。面白いですね、こんなトイレのところにこんなものがあるっていうのはね、珍しいです。そしてこちら反対側の方はシャワーがありますね。レインシャワー、そしてハンドシャワーがあります。シャンプーリンス、ボディーソープはレアなシリーズですね。こちら床が石張りとなっておりまして高級感があります。こちらのお部屋はですね、お部屋にバスタブがありません。このホテルは大きな大浴場がありますのでお部屋ではシャワーだけとなっていますが十分だと思います。こちら戻りまして、入り口の方ですけども、こんな大きなね姿見があります。そしてその奥、こちらがクローゼットコーナーとなっています。ちょっと暗いですけれどもハンガーがたくさん置いてありまして、下にですねスリッパ、そしてこちらにバゲッジラックがあります。ちょっと見にくいかもしれません、すいません。はい、では最後に外の景色を見に行きたいと思います。ちょっと暗くなってきましたけれども障子を開けてみたいと思います。そうしますとですね外の景色が見えます。ちょっと今日の京都は曇っておるんですけれどもお寺さんがね横にありますね。このような感じです。そしてこの窓なんですけれどもロールスクリーン、カーテンがありますので遮光もちゃんとできます。ロールスクリーンカーテンを閉めてこの障子をすればお休みゆっくりできるんじゃないかなと、そんな風に思っています。以上お部屋でございました。あと追加情報です。館内着を広げてみました。上下セパレートのものとなっておりまして紐がついておりまして着やすいタイプです。襟元が素敵なデザインですね。
そしてポケットがついておりますので、お風呂に行くときに携帯を入れたりすることもできます。このホテルは大浴場用のカゴがないので、このポケットが本当に便利だなぁと思いました。また1階にはアメニティコーナーがあります。こちらから必要なものをいただいてくるような形になります。部屋には何もありませんのでご注意ください。では続いて大浴場に行ってみましょう。さて、夕ご飯を食べにプラプラ散歩に出ました。京都は本当に見るとこが多いですね。こちらもいつも通るたびに目を引かれてしまいます。はい、本日は和スイーツと創作ご飯の店おもカフェにやってきました。こちら以前ご紹介したおもやレストランのカジュアルバージョンとなります。このような蔵の席や個室なんかもあります。本日私はカジュアルにカウンターでこちらの本日のご飯プレートをいただきました。こちら一品一品がですね、本当に絶品でございまして、思わずうまいとうなってしまいました。シェフが笑ってましたけれどもね、本当に美味しいので皆さんにもおすすめしたいと思います。さてホテルの方に帰ってきました。テレビ画面で朝のお勤め体験の案内が出ていますが、こちらフロントで申し込むことによって参加することができます。私は申し込みをしましたので明日の朝が楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。お勤めの方に行ってみたいと思います。ホテルの正面玄関を出てすぐ左側、こちらにお寺の本堂があります。ホテルの建物の1階にあることがお分かりいただけるかと思います。お勤め前は撮影禁止ということで、お勤めが終わってからこのように撮影させていただきました。Thank you.
さて、こちらにはホテルのロビーとつながっている窓があります。逆に言いますと、ホテルのロビーからお堂の風景、朝のお勤めの風景を望むことができるようになっています。はい、それでは朝食に行ってみたいと思います。こちら、福岡の名店、三賀小野さんで朝食がいただけます。はい、店内はこじんまりしておりますけれども、とってもスタイリッシュなデザインとなっています。窓から明かりも入ってきていい雰囲気ですね。さて、朝食は3つのセットから選べます。三賀ちらし冷やしそばのセット、お茶漬け鯛野菜天ぷらのセット、もしくは白ご飯穴子料理というセットがありまして、はい、特にこだわったセットメニューで大変人気となっています。今回私は光明といいます、お茶漬け鯛野菜天ぷらのセットにいたしました。はい、お料理が参りました。焼き魚、生麩田楽、だし巻き、この煮こり、ごま豆腐、玉露のジュレ、お漬物、そして手前にですね、野菜の天ぷら、そしてタイのごまソースが入っています。手前は湯葉と九条ネギの味噌汁です。とっても手の凝った大変美味しいセットでございます。最後はですね、こちらご飯に天ぷらとタイを乗せてですね、この特製のだしをかけていただきました。大変美味しゅうございました。ごちそうさまでした。さて、本日は三井ガーデンホテル京都河原町上皇寺をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。お寺とホテルが一体化したホテル、本当に面白いプロジェクトなんですが、どうしてこんなことになったかという話を少ししたいと思います。冒頭に私が言ってました面白い話っていうのは、これからする話なんですが、実はですね、この上皇寺というお寺は今の住職さんの祖母の実家でありました。でそこからですね、今の住職に話があって、なんとか寺を継いでくれないかという話だったらしいんですね。でその時は住職さんまだ東京で銀行マンをやってたみたいで、金融系のお仕事をされたらしいんですね。で悩んだ結果、歴史があるお寺ということで継ぐことを目指して頑張っていったんですけれども、やっぱり耐久性の問題があったり老朽化の問題があったりして、再建が急務でありました。ですけれども、歴史あるお寺とはいえ檀家が100軒ぐらいしかないということで、さてどうしようということで、金融マンとしてですね、ここで実力を発揮したんですね。金融機関の仲介を通してですね、三井不動産と話をするようになって、なんとかお寺を再建したいというプロジェクト、そしてこの地はホテルに需要があるんじゃないかという話をですね、自らも持ちかけて、そして三井不動産からのプロポーザルもあって、いろんな話をし合ってですね、今回のプロジェクトに至ったということになります。三井不動産もびっくりですよね。このようなプロジェクトを持ってきて本当に面白いと思いました。また今後継承の問題で悩んでるお寺さんもたくさんあると思うんですけれども、いいプロジェクトの手本になったんじゃないかなって、そんな風に思います。私も初めお寺とホテルの融合ということで、宿泊客は少しお寺というのを気にするんじゃないかなっていう懸念材料を持ってたんですけれども、実際に来てみると全くそんなことは感じられる、逆にお寺にあるということがとても素晴らしい体験経験ができるなというふうに思いました。特にロビーは美術館のようにとってもモダンな静寂な雰囲気、そしてこの和朝食、そして大浴場、そして何といっても朝のお勤めは唯一無二の経験ができる、そんな素敵なホテルでした。実際に宿泊してみてもとっても楽しい経験ができましたので、皆さんも機会がありましたらぜひご宿泊されてみてはいかがでしょうか。
さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこのチャンネルが役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。